事の店長でーす。イエーイ。今日もカメラマンはげんちゃんでございます。イエーイ。ちょっとね、はい、あの今日はですね、はい、京都一日ぶらり旅という、なかなかちょっと亀岡チャンネル史上一日かけてのロケなんですけども、うん、今日今何軒目、今からでございます。今から行こうかな思ってるんですけども、なるほどなるほど、周りがもう暗くて今夜でございます。わおで、本当はここから始めようかなと思ったんですけど、ここ今ね何軒目やろ、4軒目、もう4軒が5軒目なんですけども、うん、事情がありまして、げんちゃんが忙しいから、常時がありまして、そうで、オープニングはちょっと別撮りで、はいはい、これが1軒目という体にします。おー、なるほど、ごめんな。で、いや、で今日げんちゃん忙しいんで、今日1日ぶらり旅できないので、ゲストを呼んでます。はあ、はい、しかも、はい、すごいですよ、名古屋、おう、ね、名古屋で僕がちょっとお友達になった方がおられまして、はい、で、まあまあいろいろこういろんなお話したりして、うん、で YouTube されてるんで、あ、ぜひ、いつみみおりという YouTube されてるんですけども、はい、もう呼びましょう、早速ね、はい、呼んでから行きましょう、はい、いつみさんでございます、どうぞ。はい、どうぞ、よろしくお願いします。あ、いつみちゃん、イエイエイ、かわいい。ありがとうございます。名古屋でお知り合いになって、はい、いろいろ、まあ、YouTube のこととかも喋ってるんですけども、うんうんうん、なんでしょうね、これは言っても大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、めっちゃ可愛い、はい、でもなんていうんですか、あれは トランスジェンダートランスジェンダーさんからございます、はい、トランスフォームですね。フォー違うかな。そうそうそう、トランスジェンダーっていうのは基本、うん、どういう感じなんですか。まああの心と体の性別が違う人ということで、もともと男、男性で生まれて、え、そうなん、うん、全然全然で生まれて、ね、今は女性として、そうですね、うんうんうん、今はちょっとあの YouTube でも紹介したんですけど、はい、うん、手術をしました、今年6月に。おー、そうなんですよ。で戸籍変更して、あ、はいはい、今はもう女性として戸籍も登録されてる。お、素晴らしい。そうなんです。一応詳しくはあの YouTube に上げてるんです。上げてますよね。そう、そのいつみちゃんと今日は、うん、あ、それで、ね、もう一個言うと、いつみちゃんね、うん、来月かな、来月です、にメキシコに行っちゃうんですよ。そうなんです、5年間、5年間メキシコ行っちゃうんですよ、はい、で喋ってたらちょっとやっぱりこう日本で思い出を作りたいということなので、うんうん、じゃあもうぜひぜひ一緒に撮りましょうということで、まあね、今日は京都をちょっといろいろね、うんうん、巡りましょうということで、あ、ほんで京都のメキシコを花園に来たよね。そうそうそう、メキシコ違うわいや一番ほら、姉ちゃんのところが一番オープニング撮りやすいからオープニングなんですよ。そう、オープニングと思ってオープニング頼むわやったらいいよ言うて、はいはい、あの来たらもう夜やん。すいません、私が忙しくて。いやいやいや、でこっからあの、はい、今日は、うん、まだ元気だった時から、そう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 、うん、ノンアルの状態で、それとね、うん、すごいの、これはまああとこの後行くんですけども、うんうんうん、いつみちゃんね、うん、ご飯をめっちゃ食べる、うん、ほら、そんな細いのに、そう、細いね、細いのにめちゃめちゃ食べるの、ね、で、その食べる量が半端ないから、うんうん、それはちょっとこの後の動画というか、うん、見ながら、うん、見てみて、もうすごいからそんなんもうちょっとやそっとじゃないから。俺ぐらいか、え、俺ぐらい、いやいやいや、もうすっごい食べるからすっごいうんこするよ今のカットカットそうそう、そんな感じでね、うん、今日はじゃあ2人で、うん、げんちゃんは今日はまああのここだけだけども、うん、はい、ちょっと2人で、うん、京都探訪してきます。はい、はい、ラーメン屋、うん、ラーメン屋、ラーメン屋、ラーメン屋、ね、ラーメン屋がメインになるかなっていう感じなんですけど、京都なのに。まあ、ちなみにげんちゃんもラーメン、イケメンですげんちゃんのラーメンは行かないですけど、行かんのかい楽しく、ね、はい、またその後半、うん、ちょっとジェンダーのお話も聞けるということなので、せっかくなんで、はい、はい、ね、ありがとうございます。なんかいいね、そんなん ね、うん、いや楽しそうやね、はい、もうでもまあオープニングやけど
ちょっとお酒入ってるから、ね、顔が赤い、やめてやめて、茹でたタコみたい。でもオープニングが一番楽しいかもしれない。気にはそうやな。そうだ、こんな感じで行ってみたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。いってらっしゃい。はい、ということでですね、やってきました。まずはね、やっぱりね、グルメツアーなんですけど、ちょっとね京都観光も、したいなということで、こちらね十国船船分からんけども、これあの中所島の、すぐそばで、なんかこの船に乗ってちょっとこう、まあ、川ですよね、川でなんか景色を眺めながら、楽しんでいこうということであります。そして今日ね、本当はあの雨予想やったんですけど、今は止んでます。やるやん、ね、いちみちゃん。昨日どうしようかな、雨降ったら言ってたんですけども、なんとか持っております。ということで早速、船に乗ってみたいと思います。行ってきます。さあ、いつみさんは必死に今、記念写真を撮っておられます。なんかやっぱあんま来ないんで、京都を焼き付けとこうかな。焼き付けとこうかな、うん、ほらもうメキシコに行ったらもうこの景色ないかもしれんからね。この柳とか絶対見れないと思う。こういうところをちょっと楽しんでいきたいと思います、ね、はい、行ってきます。はーい、 OK。さあ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 、今から船乗ります。はいはいはい、いつみちゃんそこはもうわざとぶつけとかな、今のは取れ高高いじゃん。あ、すごいね、うわめっちゃ、おこれ船酔いするかもな。おはようございます。本日は趣味観光協会十国船秀吉号にご乗船誠にありがとうございます。本日の乗務員候補船長笠原船頭辰巳です。よろしくお願いいたします。お客様に明治39年に建てられた古い建物で、現在は月桂館大蔵記念館となっております。裏の十国船上、左側奥にブロンズ像があります。坂本龍馬と龍さんのブロンズ像です。二人はこの寺田浜より刀傷を癒やされ九州や鹿児島へと旅立っていったところです。それが日本で最初の新婚旅行ではないかと言われております。前方右側の川が琵琶湖疎水の本流です。明治23年作られ、滋賀県大津より山科、蹴上、鴨川沿いを南下して、この豪華まで全長約20キロあります。この右手のこの川が琵琶湖疎水の本流です。いや、あの席の向こう側には宇治川が流れております。宇治川下流において木津川、桂川三線が合流しまして、淀川となり大阪湾へと注いでおります。その距離は約44キロあります。画期的な変化をもたらしました。それが日本で最初のチンチン電車の正面に見えますのがミス肛門で、パナマ運河と同じ形式でできた肛門です。京都岡崎では内国博物館、左上に白い建物が見えていきます。ミス肛門の資料館です。皆様にも見学していただきます。まもなく到着いたします。はい、船旅終わりました。そして今降りてきたんですけども、降りて、もうね、もう降りたところに、お店屋さん吉祥庵っていうねお店があるんですけども、こちら料理屋さんなんですけど、なんとテイクアウトもされてるね。まあ、これちょっと今写真ですけど、後でちょっと本物隠そうかなと思ってるんですけども、ね、こちらのお店ね、まあ、ちょっと何を隠そう、ちょっと常の店長一回来たことあるお店で、ラジオの方でもご紹介させてもらったんですけども、今お昼空いてるということやったんで、ちょっと寄っていいよって、取っていいよって言われたんで、ちょっと買って、いつみちゃんと食べてみようかなと思っております。楽しみです。はい、お願いします。あ、さあということで、吉祥庵さんで今いただいたんですけど、はい、めっちゃ反射する。
ったキッシュ湾でいただいた、巻き寿司とこれは穴子穴子。おおうまそう。すごい穴子の甘、ね、うん、甘そうな匂いがすごい。タレの匂いがします。おおいいですね。さあこれを、さあいつみちゃんじゃあ食レポということですね。いきなり、やったことあんやったっけ。ないですないです。マジでめっちゃないです。はい、じゃあいただきますか。はい、でも食べるのはなんかいい匂いするんで、おう、穴子からいっちゃいますか。いっちゃいます。はい、どうぞ。いただきます。はい、もうね、一口で食べる。おお、なんか京都っぽい。いただきます。はい、どうぞ。おお、うん、穴子柔らかい。柔らかい。なんか、うん、結構、うん、タレの味を結構優先するやつ結構多いんですけど、うん、ちゃんと穴子の食感があって、すごい穴子の風味します。おお、なんか食べた後にそのタレの味が残らずに穴子の味が残るから美味しい。なんか素材の味って感じがします。なんなん、ちょっと食レポうますぎひんそれ。どういうこと？めっちゃ緊張しながら。マジで？いや、もうすごいコメントでございます。そうなんや。じゃあ続いて。じゃあちょっとありましょう。あ、それいきますか？あ、いや、続けてじゃあ巻き寿司。はい、どうぞ。この巻き寿司もこの、ね、青菜が入ってるの珍しくないです。あ、へ、ね、なんか普通卵とかなんですけど、うんうんうん、生姜とか、うん、ちょっとこれ面白そう。いただきます。面白そうってすごいね。なんか食べるのに面白そう。いただきます。はい、どうぞ。お吸い物のあっさり感みたいなのありますね。なんかこれたまにそぼろとか入ってると結構甘、結構濃い味なんですけど、うんうんうん、これ結構三つ葉がすごいスッと後味があっさりしてて、なんか京都っぽい。おわかりやすいコメントでございますね。なんかあれば京都っぽい。逃げたな、逃げたな今それで、ね、でもすごいあっさりして上品な味です。さすがですね、いつみちゃん初食レポね。初でした。あ、でもあれやな、まあ、次の店長から見たら、まあ、まだまだやな。そんなね、その京都っぽいとかで逃げたらあかん。すごい見本見してあげよう。はい、ね、じゃあ、はい、じゃあじゃあどうぞ。はい、行きます。さあ変わりました。はい、ね、まずちょっとこのね、もう見せて ねえ、穴子でございます。穴子です。はい、でちょっと震わせてプル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 、これやりすぎやけど。じゃあいただいてみたいと思います。はい、うんうん、うまかめー。あ、出ました。出ました。これだけです。もうなんか多くは語らない感じです。これだけです、はい、全然何のコメントもしてない。もうどう考えてもいつみちゃんの方がしっかりしてる。これだけで僕は逃げてきました。でもちょっとなんか定番聞けてよかった。あ、マジで、はい、ね、でもこれ、いや、ほんまに美味しい穴子ね。うん、甘すぎず、それだからこれ甘すぎずっていうコメントもすぐ使うんやけど、そう言っといたらなんかちょっとつぶってるみたいな。つぶってる感じ。普段穴子食べてますよみたいな。いや、でも美味しいよ、ほんまに。で、さっきね、そのキッシュワンさんですぐ作ってくれはって、作りたてでございますからね。うん、美味しい巻き寿司。ね、美味しい美味しい。実はそのキッションアンさんね、ランチもやられてて、うん、で今日ちょっとアポも何もなく突然お邪魔したんですけども、食べていきますかみたいなランチを、うん、でもね、この後で実は、今日のこのね撮影でぎっしりと食レポがあるんで、ラーメン屋
ね、巡りをしたいと思うので、ちょっと食べ、ね、でもねお寿司でこんだけ美味しいとちょっとランチ食べたいね。ね。ねえ。なんか胃袋が足りない。おお、ええコメント。ええコメントそれ。うん、さあ胃袋足りひん言ってますけど、今日のいつみちゃんはさどんだけね食べるんでしょうか。ね。で今ちょっとこの食レポで、一つずつ食べたんですけど残りこんだけね。うん、はい。これはね後ほど。そうですね。スタッフじゃなくて私が美味しく、いつみが美味しくいただきましたというコメントいただきます。そうですね。はい。ということで、ちょっと急遽の。はい。テイクアウトの食レポでした。はい、はい、じゃあこれから、ラーメン屋に行ってみたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。おー